岡田直樹です。今日はお母さんはねを読ませていただきます。お母さんはね、お母さんはね、時々風にお願いするの。あなたが泣いたりせずに今日も笑っていられますように。もっとちょうだいよりもどうぞって言える優しい子になりますように。今はまだ深いところに行かず、お母さんのそばで笑っていますように。お母さんはね、時々空にもお願いするの。あなたが一人ぼっちじゃなく、みんなで力を合わせられますように。悲しい時、大丈夫だよって言ってくれるお友達がそばにいますように。やだなよりもひゃっほーって思いっきり楽しめますように。大丈夫大丈夫、失敗したらもう一度頑張ればいい。大丈夫大丈夫、難しいこともいつかへっちゃらになるから。お母さんはね、いつでもあなたを思っているよ。あなたが言葉にできないくらいのワクワクと出会えますように。急がずにゆっくりと大人になりますように。土砂降りの雨でも傘がありますように。お母さんはね、あなたのことが大大大好き。お風呂でこんなに泡吹くになってもね。ポケットに入りきらないくらい思い出でいっぱいになりますように。物語の中にあなただけの星を見つけられますように。お母さんはね、どこにいてもあなたを見守っているよ。いつまでもいつまでも。願いが届きますように。今日はお母さんはねを読ませていただきました。ぜひお子さんにも読んであげてくださいね。